メタバースの中には大学生と話せるスペースや、動画を見られるコーナーなどがあり、参加者は自身の分身アバターを自由に動かすことができます。三重大学や工学館大学の有志の学生たちが参加する学生と会話したり、学習相談に応じたりするほか、参加者同士でもチャットや音声で交流することができます。 三重県教育委員会では不登校の中学生や高校生などの居場所作りにつなげようと今年度からオンライン上で交流できる場を設けていて先月からメタバースの活用を始めました。 特にプレッシャーを感じることなくです、ね、あの気軽に参加してもらって、でえー、いろんな人とです、ねえー、関わりを持ちながら、いろんな経験をしてもらって、でまたこう社会的自立に向けてです、ねえー、そういった力をつけてもらったらいいのかなと思ってますメタバースを活用した交流の場は、定期的に行われる予定で、事前に申し込みをすることで参加できます。